皆に支えられ導かれここまで来たのだ。この大使必ず貫いてみせる。詮索は不要でござる。拙者が今ここで貴公を討ち果たさん。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。
策の練り直しだ。敵将討ち取りましたわ。いい動きね。ずっと見ていたくなる。感服捕まつった。これぞ武の神髄。笑顔で参りましょう。行きますわ。こんなのやってられっかってんだ。やっ、敵将討ち取りましたわ。はっ、いやー、立派立派。要人に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。ここは引いておきましょう。早く戦争を考えてください。行きますわ。上皇殿は窮地を脱したか。さすがだな。では俺はこのまま守りにつこう。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事な腕前、それがしも習いましょうぞ。冠中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずや退けん。これは今度の舞台は向かい風のようですね。守りは我らが受け残る。決して何者にも抜かせはせぬぞ。するまではしたくない。すまん。決死の覚悟で守り抜いてくれ。行きますわ。もうすぐ怒りの地を追われる。だが私たちの道はまだ終わりではない。天寧、繁盛が関羽の軍に包囲されました。ここまではわしの絵図通りだ。ならば冠中にもう用はない。
なんとそういうことですか。漢中を餌に漢雲を釣るとは、さすが曹操殿だ。漢中の戦はここらが潮時であろうな。曹仁、お主は満朝と宝徳を連れ先行して繁盛救援へ向かうのだ。承知しました。関羽の勢い、必ずや自分が止めましょう。軍神関羽、死力を尽くさねば勝てぬ相手か。それがしも花公園殿のように死の本分を全うせん。花公殿、わしらも準備が整い次第繁盛へ向かうぞ。いや、猛徳、お前は休め。短期間で漢中と合肥の間をチョークし連戦したのだ。さすがのお前も疲れがにじんでいるぞ。書こうと縁も言っていたろう。もう無理はするなと。慶州は俺たちの手で決着をつけるぞ。猛徳には戦勝の宝刀外貨だけを聞かせるのだ。わかった。ならばお前たちに任せよう。今こそ軍神関羽を討ち乱世の均衡を打ち破るのだ。